はい、それではまずただいまの話題に関してご質問あればお受けしたいと思います。ご質問のある方挙手をお願いいたします。はい、NHK 桜田さん。 NHK 桜田です。最後の、ハーフライフル銃の関係でお伺いします。ちょっと改めての質問になってしまうかもしれませんが、先ほどレクもしていただいたんですけれども、道としてですね、知事として、今日の申し入れの中で、警察庁からはその鳥獣対策に影響が生じないように対応するという、コメントが来たというお話もありましたが、まずこの申し入れの結果、その国からのこうしたコメントに対する、いわゆる評価をどのように考えていらっしゃるかというのと、改めてなんですけれども、今後その法改正がどのように進むかは今後の話だと思いますが、道としてどういうその在り方が一番その最善の在り方だというふうにこう現時点でもし考えているかというのがお考えあれば、その今のままそのハーフライフル銃がその使える状況というのが担保される状況というのは望ましいのか、その辺具体的に何か考えがありましたらお聞かせください。はい、今回ですね、緊急で要請させていただいて、先ほど申し上げたような、影響が生じないようということでコメントがありました。まずこれはそのコメントにあるようにですね、しっかり答えをいただきたいというふうに思います。そういった影響が生じるような内容であればですね、これは我々としては非常に懸念のある、そういった内容ということでありますので、今後お国がどう対応していくのかについてしっかり注視していく必要があると思っています。また関係団体の声をですね、特に影響の大きい北海道の関係の皆様の声を直接伺うという形がない中での、今回、そういう動きでもありましたので、そういった関係団体の声を我々お伺いした上で、今回要請をさせていただきましたけれども、やはり法改正の影響を受けるですね、当事者団体にはしっかり担当の警察庁をはじめとして皆様がしっかり意見を聞いていただく、こういうことも重要だと思います。その点も今日ですね、申し上げたところでありまして、その点についても検討いただけるものというふうに考えています。いずれにしても先ほど申し上げたような今回、なんて言うんでしょうか、農林水産大臣もコメントを求められる中でですね、そういった今のこの10年の取り扱いの通知があるんで、そこである、意味で対応できる部分もあるという趣旨の発言もされているんですが、対応できないところもあるんですよね。なので、そういう問題点も具体的に今投げかけているので、その点を ご対応いただく、このことが我々としては大事だと思ってますから、その点も踏まえたこの配慮、それがどう具体化されるのか、ここを注視していきたいというふうに思っています。まずは今回通常国会始まる前にですね、緊急の要請という形でさせていただきましたので、今後もしっかりと協議などをしていきたいというふうに思います。この他話題の関連ご質問ございますでしょうか。はい、朝日新聞長谷川さん。朝日長谷川です。今の関連で1点だけ知事のご見解をお聞かせください。はい、国の方も声を聞きながら適切に対応していくという答えがあったということでしたけれども、はい、これまでいろいろな関係団体の方からかなり反対の声がいきなり上がってきた印象なんですが、国の進め方、ここまでこの規制の進め方について知事としてはその声の聞き方も踏まえてどのようにお考えになっているかお聞かせください。いや、これはやっぱり影響を受けるその団体っていうところに対して、確かに狩猟関係で言えばですね、全国団体の意見は聞いてるんですけども、そういった北海道が特に影響を受けるわけですから、そういった団体に対する意見、ここを聞く必要性ということについて言えばですね、今今日お話をした中ではその必要性について認識いただけたということではありますが、そういった動きがですね、ある意味では表に出ていく前にそういったお話を聞いていただくっていうことがあった方がですね、より団体の方々とのコミュニケーションとしては良かったのかなというふうには思います。我々も報道等が出て警察庁等にも事実確認なども繰り返し求めてきたんですけども、
あちらからこう回答がですね若干時間かかったりだとか、まあ、いろいろそういった手続き面でですね、もう少し工夫ができた点があったのではないかというふうには思っています。まあ、そういったあのことも含めて本日率直にお話はさせていただきましたので、まあ、まあ、過ぎてしまったことではありますが、今からでもお話をですね聞いていただけるとありがたいというふうに思います。ありがとうございました。このほか話題の関係ご質問ございますか。よろしいでしょうか。それではここからは話題以外のご質問をお受けしたいと思います。ご質問のある方挙手をお願いいたします。はい、北海道新聞工藤さん。北海道新聞の工藤です。よろしくお願いします。GX についてお伺いします。札幌市の秋元市長と土屋副知事が昨日資産運用特区選定の提案書を金融庁に提出したと思います。道としては札幌だけでなく全道への GX 産業の展開だったり経済効果の波及というのが重要になってくるのかなと思いますが、特区を通じてそういった効果をどのように実現していくのか知事のお考えをお伺いします。はい、札幌市ではですね、世界中から GX に関する資金人材情報が集まるアジア世界の金融センターとなるべく、これまで道を含めた産学官金で検討をしてきたチーム札幌北海道の取り組みをさらに進めるために、今ご質問のあった昨日23日に GX 金融資産運用特区、この国への提案ということでしたというところであります。道としてはですね、集めた投資を全土各地での GX 関連事業につなげていくということが重要という考えのもとで、チーム札幌北海道の取り組み、これを進めてきたところです。こうしたことからですね、道としては札幌市の提案のうち GX に関わる部分、具体的に申し上げますと水素の利活用や洋上風力発電の導入促進に向けた国に対する規制緩和などの提案について全道域に拡大する変更提案を検討したいというふうに考えています。変更提案の検討にあたっては市町村や関係団体などの皆様のご意見をお伺いをするというため速やかに意見紹介、これをさせていただきたいというふうに考えているところでございます。この意見紹介によりいただいたご意見や同議会でのご議論を踏まえて札幌市とも連携をしながら具体的な内容を検討していきたいというふうに考えています。関連して今回の国への提案書には札幌に進出する企業への減税税制優遇が取り組みとして盛り込まれていたと思います。札幌市や道は今後追加の提案も検討しているというふうには聞いていますけれども、道は例えば GX 事業を展開する企業への法人税などについて減税を検討する考えがあるのかどうか知事の考えをお伺いします。まず今お話した通りですね、 GX に関わる部分として今具体的に例を挙げましたけれども、そういった点について全道域で拡大する変更提案、これを検討したいと思っています。当然全道域でやる場合については市町村、関係団体の皆様にご意見を伺うということが必要でありますから、まずはその意見紹介を速やかにやりたいと思っています。で、税制、この税制優遇についてはですね、札幌が提案をしています。で、札幌の提案を踏まえてですね、道としてもどのようなことができるかについては、今後検討とをしていきたいというふうには思っています。はい、この他のご質問ございますでしょうか。はい、日本経済新聞井田さん。日本経済新聞の井田です。よろしくお願いします。すいません、ちょっと先ほどのちょっと土心さんの質問にも関連するところから伺いたいんですけど、GX 特区の申請について、今知事からですね、規制緩和に関して、全道域への追加の提案というのも検討されるというふうにおっしゃってましたが、これに向けた意見紹介の時期を、いつ頃から、179の市町村全体にやるのか、もしくはこうある程度エリアを区切ってやられるのか、またその最終的にその全道域に広げるという追加の提案をいつ頃されるイメージなのか、現時点でのお考えを伺ってもよろしいでしょうか。
まずですね、意見紹介についてはこれは速やかに行いたいと思っています。速やかにというのはまさに、もう本当に週内とかですね、それぐらいのスタートで行っていければというふうには思っています。広く、こういったチーム札幌北海道の取り組みについて、そもそも、どういった取り組みなのかという地域からですね、十分その取り組みを理解しているというところから、いろんな地域がやはりあるというふうに思いますので、そこは丁寧に説明をしながらですね、この意見、こういうものはお伺いをしていきたいというふうに思っています。その上でですね、全体のスケジュール感というのは見えてくるかなというふうに思っています。まずは、こういった検討したいという状況の中でですね、この全道で展開する場合については、皆さん意見を聞くと、これが大事だと思いますから、そこをしっかりやっていきたいなというふうに思っています。すると意見紹介自体は、179すべての自治体を対象に行われるということで、基本的には179しっかりやっていきたいと思っています。先ほど申し上げたように、さまざまこの取り組みに関する理解などについても、いろいろな状況があるというふうには思ってますから、そういったことも含めてですね、丁寧に対応したいというふうに思います。分かりました、ありがとうございます。ちょっと、もう2つちょっと話題があるんですけれども、明日開催される予定の宿泊税、観光振興に向けた新税の懇談会に関連してお伺いいたします。これまでもですね、道として叩き台を提示されて、自治体、道内の自治体及び事業者さんとも議論を重ねてこられたところかと思うんですが、その明日の懇談会の細かな内容というよりは、知事のお考えをお伺いしたいんですけれども、今回ですね、道としては広域自治体としてその観光振興税を徴収すると。で、一方でその、市町村にもですね、課徴税権があって、その、札幌市さんなり富良野市さんなり、現状でその宿泊税を独自に導入されを検討している自治体さんもあると、そうした中で、その、市と党も含めてですね、改めて北海道が徴収する宿泊税というのは、どのようなものに使われるべきで、それはどれくらいの規模感であるべきであると現時点で知事がお考えになっているのか、今の知事のお考えを伺ってもよろしいでしょうか。その点についてもですね、明日開催の懇談会でですね、まさに、これまでいただいてきたご意見などを踏まえた検討状況について説明をする中でですね、我々としてのお示しをさせていただいた中で、ご議論をいただきたいというふうに考えております。この場で明日のことを申し上げることは控えたいと思います。分かりました。最後に1点なんですけれども、本日函館税関の方で、北海道からの食費輸出のデータが出てきます。それで昨年1年間の、12月まで の輸出額が揃うわけですが、すでにこの発表になっている11月までの輸出額を見ても、特にホタテの部分ですね、魚介類の輸出額がかなり夏以降落ち込んでいる状況が続いております。改めてこの半年ほど中国へ の、はい、魚介類輸出ができなかった状況、知事がどのように受け止めているのか、また現時点で道としても次の食の輸出戦略策定されているところでありますけれども、今後こうした状況を打開していくために道としてどのような施策を考えられているのか、改めて知事のお考えをお願いします。はい、これはまだ今日の発表はまだ出てないかな。そうですね、まだちょっと手元に届いておりますので、これから出てくるというふうに思いますけれども、いずれにせよですね、昨年12月末に発表されたこの統計によりますと、昨年1月から11月までの道内港からの水産物、水産加工品の輸出額、こちらについては、同年前期をですね、24% 下回る583億円という状況でありまして、特に今、ご質問のあったホタテ貝については、前年同期を 30% 下回る407億円という状況となっています。今、ご質問にもありましたけれども、国はですね、総額1007億円からなる水産業を守る政策パッケージを措置をしたところでありまして、中国以外への輸出拡大に向けて、ベトナム、メキシコなどで加工施設視察、商談会、こういったものを開催をしてきております。昨年1月から11月までの道内港からの水産物、水産加工品の輸出額、こちらについてはアメリカ向けが約2倍、また東南アジア向けも増加傾向という状況はあります。
道としてもですね、もう本当に本日お集まりの記者クラブの皆様にもご協力いただいて、この国内での消費拡大、これは重要だということで取り組んでまいりました。これまでさまざまな対策もございまして、これは総務省の家計調査によるホタテ貝の消費、この数字で言いますと、10月と11月では、同時期と比較して 1.6 倍という状況になってますので、そういった意味では国内消費においても着実に成果が上がってきているというふうに思います。いずれにしてもですね、引き続き、関係団体と連携して、この中国の、この対応というのは変わってないわけでありますので、この道内水産物の国内消費、そして輸出の拡大、こういったものに取り組んでいきたいというふうに考えています。この他のご質問ございますでしょうか。はい、HBC 花城さん。HBC 報道部花城です。震災関連についてお伺いします。まず防衛住宅への被災者の移住について申し込みや問い合わせがこれまであったのかどうかというのをまずお聞きしたいというのと、最近航空大学校のですね、キャンパス避難 のお話もありましたけれども、このあたり、道内避難に関する、進捗状況についてまず教えてください。はい、道営住宅につきましてはこの会見の場でもお話をさせていただきましたが、45戸、さらには道内の市町村127市町村で1118戸、この確保という状況であります。道営住宅につきましてはお問い合わせが数件ありました。ただ現実的にまだ受け入れという状況にはなっていないところであります。今後もですね、こういった被災者の皆様の声に寄り添いながら対応していきたいと思っています。なおこれは改めてですけれども、家賃敷金と同様に入居者が駐車場を使用される場合の使用料につきましても、無償とをさせていただくこととしています。生活に必要な家具家電についても入居者の負担とならないよう準備をする方向で考えておりますので、ぜひもしこの会見などをご覧いただいて検討等されるという方いらっしゃいましたらですね、結構北海道にご親戚がいらっしゃってですね、検討につながるケース、そういうことが想定されると思いますので、ぜひですね、お問い合わせいただければというふうに思っています。そして日本航空学園からの協力依頼につきましては、千歳市と道に対してですね、石川キャンパスでは事業の継続が難しく、当面大学校の生徒を新千歳空港キャンパスで受け入れて事業を継続したいので、必要となる宿舎の確保についてご協力をいただきたいということで、千歳市と道に対してご依頼をいただいております。その後、学園から被災地から転居予定の教職員とその家族用の住宅が必要となる見込みであるということで、学園からお話がございまして、担当部局において千歳市内の道営住宅の確保について調整を行っています。学園に対しては随時状況を確認させていただいているんですけれども、この教員も被災をしており、個別の意向確認に時間がかかっている。このことから住宅の必要戸数の精査に時間を今要していますということで、どれぐらいの規模、そのご希望をされるかの具体的な確定にですね、時間がかかっていますということでご連絡をいただいているところであります。いずれにしても千歳市と協議をしながらですね、必要な、そういった住宅の確保については今まさに取り組んでいるところでありますので、また連絡を取り合いながらですね、対応していきたいというふうに思っています。ありがとうございます。続きまして、ちょうど今、冬の時期ということでですね、厳冬期の震災についてノウハウのある道としてですね、被災地に寒さ雪に関する物的支援とかですね、技術支援を行うご予定があるのかどうかお聞かせください。はい、これはですね、1月の5日に被災地支援本部、これを、立ち上げさせていただいて、道の医師や保健師などで構成するリヒートの派遣を行って以降ですね、災害派遣医療チーム DMAT、そして道の職員派遣ということで、これまで延べ270名を超える皆さんが現地で派遣され活動を行っているところであります。
私も長谷知事とお話をさせていただきましたけれども、やはり北海道の場合は、そういった積雪寒冷で、さまざまなことをある意味では想定をした中でですね、皆さん、日夜活動を意識しながら行っていることから、大変助かっているということで、ございました。このほか、先ほど申し上げたような同営住宅の提供、同職員による義援金、こちらは約、同職員の皆さんがですね、義援金は670万円、この取りまとめたということでありますので、明日、日本赤十字社北海道支部を訪問して、目録を手渡すということとなっています。さまざまな支援に今取り組んでいるところであります。また先ほど お話をした学園とは別にですね、一昨日22日になりますけれども、石川県教育委員会の方から文部科学省を通じまして、二次避難している輪島市などの中学生に関して避難先における夜間の生活指導への対応のほか、生徒の学習指導等にかかる業務に対応する教職員をぜひ派遣をしてほしいという要請がございました。このことを受けまして、現在同教委の方でこの派遣候補者の調整、これを進めているところでございます。そして物的支援につきましては、札幌市による寝袋の提供をはじめとして、道内の市町村や民間企業などから食料や生活日用品などといったさまざまな支援が現在行われているところでございますので、道としては北海道全体の状況も確認をしながらですね、全国知事会とも連携をして、その被災地が望むそういった対応に努めていきたいというふうに考えています。引き続きですね、ニーズを踏まえた対応を行っていきたいと考えています。ありがとうございました。この他のご質問ございますでしょうか。はい、北海道新聞久保さん。北海道新聞の久保です。新型コロナウイルスの関係でお尋ねします。道内で新型コロナウイルスの感染者が初めて確認されてから今月28日、今度の日曜日で4年を迎えます。この関連で3点お尋ねするんですが、1つ目は改めてこの4年間の振り返り、2つ目が直近の感染状況について、で最後が今後雪祭りなどですね、冬のイベントが予定されている、かつインフルエンザの B 型も例年2月から3月にかけて流行するということも想定される中で、道民に呼びかけたいこと、この以上3つについて教えてください。はい、今ご質問にありましたけれども、1月28日がこの感染確認ということで、4年ということでございます。一つの節目とこういう日にちをですね、もう間もなく迎えるという状況であります。昨年11月の9日に私も出席をして、内閣感染症危機管理統括庁の主催する、国と各都道府県との情報伝達訓練、これにこうして本日の午前中になりますけれども、北海道独自に情報伝達訓練、として、この感染症危機管理対策訓練、これを実施しました。この実施にあってですね、やはりこの1月28日というのが一つの節目なので、そこの日程上、28日にぴたりとやるということがなかなか関係者も後半にわたるので難しかったので、本日の午前中という形になりましたが、そういう中で訓練も実施をさせていただきました。今後は本日の情報伝達訓練、この内容の振り返り、これはもちろんやるんですけれども、本年国が策定予定の政府行動計画の動向等も踏まえて、より実践的な訓練の実施、これにつなげていきたいというふうに考えています。道としてはですね、引き続き、国、市町村、医療機関、関係団体との連携を密にしつつ、このコロナ、4年ということでありますけど、新たな感染症危機、この備えに向けてしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えています。この4年前を振り返るとですね、北海道は全国に先行して感染が拡大をいたしました。知見も情報もなく前例もないという状況の中で、その時々専門家、医療機関、市町村、本当に多くの関係者の皆様にご協力をいただいて、さまざまなこの感染対策、保健医療提供体制、この充実、こういうものに取り組んできました。こうした一連の取り組み内容を振り返ってですね、新たな感染症危機への備えに生かしていく、このため、有識者の方々からご意見を伺いながら、感染対策への対応や、
保健医療提供体制の確保、経済、雇用への支援などの3分野29項目について検証を重ねて、昨年末に今後の対応の方向性、こちらを取りまとめさせていただきました。同では改正感染症法に基づいてですね、こうした対応の方向性も踏まえながら次期感染症予防計画を今年度内に策定することにしています。この計画のもとに平時から市町村や医療機関などの皆様とともに十分連携を図りつつ、入院病床や発熱外来等の提供にかかる準備や研修訓練といった人材育成を進めるということなど、今後もですね、道民の皆様の命、健康、暮らしを守ることができるように、感染症危機管理対策にしっかりと取り組んでいきたいと考えています。そして今の感染状況やこのイベントなどもありまして、道内の状況は1月の8日から1月の14日までのこの定点あたりの報告数が 10.53 となっておりまして、昨年第51週、12月18日から12月24日以降10人台ということで横ばいということで推移をしています。この年末にかけてはですね、北海道は日本の中でもかなり感染が人口当たり高い状況だったんですけども、今横ばいで逆に他のところは伸びてきているので、その順位が今少し変わってきているという状況です。現在オミクロン株の変異株の JN1 が国内でも広がりを見せているということがあります。WHO ではですね、注目すべき変異株に指定している中で公衆衛生上のリスクにつながる兆候はなく、他の変異株と比べて重症度に差がないという評価であります。国立感染症研究所においては、今後もこの JN1 が上昇傾向と推定しているという状況がありますので、道としては引き続きこの変異株の動向に注視していく必要があると考えています。先ほど質問にありましたけれども、雪まつりをはじめとしてですね、冬の観光シーズンを迎えています。雪まつりもそうなんですが、道内各地でさまざまなイベントが予定をされています。道民の皆様、そして来道される皆様には、これはコロナだけではなくてですね、さまざまな感染症をはじめとした体調のこの変化ですね、どうしても寒いですから、そういった状況の中で空気も乾燥してですね、風邪なども引きやすい状況もあります。手洗いや手指消毒、換気、マスクの効果的な場面における着用ですとか、ワクチンの接種の検討などの基本的なこの感染予防対策につきましては留意を願うですね、そういった時期でもございます。ぜひ皆様におかれましては、体調の不良、そういったものを感じた場合については無理をしないことなどですね、この体調の管理には十分ご注意いただければというふうに考えています。はい、この他のご質問ございますでしょうか。はい、北海道新聞金子さん。北海道新聞の金子と言います。よろしくお願いします。22日に開かれた道と札幌市の同志懇について伺います。当日取材をさせていただいたんですけれども、知事と札幌市長という、北海道の主要自治体を担う政治家のトップ2人、またの副知事副市長3人ずつがこう顔を揃えてですね、行うトップ会談としては、例えば新しい合意ですとか問題提起も含めて、あまりこう具体的な目新しい打ち出しがなかったのかなというふうに認識しました。で、知事は先週の記者会見でもですね、できれば1年に1度は同志懇を開きたいという趣旨の発言をされています。1972年度から続く枠組みではありますけれども、仮にこう開催自体ですとか顔合わせということが目的になってしまうと、形骸化というご指摘も免れないと思うんですけれども、知事にとってこの同志懇というのはそもそもどんな位置づけで、どんな目的があるというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。やはりですね、北海道の中で、道と札幌、人口も4割が集積する、そういった都市であります。そういった札幌市とですね、今時代の変化のスピードも非常に速い状況の中で、それぞれ当然のことながら札幌市としても政策をこうさまざま展開していきますし、道としても展開していきます。例えば道としては総合計画を作ったりだとか、札幌も各種、市のですね、まちづくりに関する計画を作ったり、国も、その開発局が計画を作ったりだとかですね、そういう状況の内容を見ても、やはり非常に時代の変化に呼応したような内容にもなっています。
まあ、そういう状況の中でやはりしっかりですね、顔を合わせた中で、まあ、道の副知事もそうですし、まあ、札幌の副市長もそうですし、まあ、それぞれ日常的に市長と知事、また副知事と副市長とか、まあ、それぞれ担務がありますから、まあ、そういう意味でのやり取りは日常的にしているんですけれども、やはり年に1回同志懇という形で行った中で、大きなそういった方向性を共有してですね、またあのテーマを決めて、事務レベルで今まで積み重ねてきた内容についてですね、まさに市と道のトップ同士がですね、まあ、そういった具体的な意見交換をしながら、この今後検討していく内容についても、その意見交換の中で具体化していったりだとか、まあ、そういうことは私は必要だなというふうに思ってます。で、年に1回はやりたいなということで思ってまして、まあ、それは秋元市長も同じだと思ってます。ただ双方にですね、いろいろ議会日程だとかいろんな要はタイミングもありますので、まあ、その中で今回は1年を超えてですね、ちょっと若干時間が空いての開催にはなりましたけれども、まあ、これからもですね、そういった非常に重要な場面として有効に活用できればなというふうに思っています。わかりました。まあ、関連なんですけれども、北海道ではですね、行政面積のうちこの 1% に程度に札幌市面積がとどまっていて、まあ、ここにその一極集中が進んで、まあ、現在すでに道内の人口の割合の 38% で、2050年の推計では 46% にこう達するという推計があります。で、まあ、著しい人口減少が進む広大な北海道の自治を考える上でですね、広域自治体である道庁と、まあ、ほぼ同等ともされる権限を有する政令指定都市札幌市の在り方というのは、まあ、全国の都道府県の中でも、まあ、特にですね、将来を見据えて双方で議論していく論点が、まあ、多岐にわたるのかなというふうにこう私は考えるんですけれども、知事、その、まあ、夕張市長とい う, こう基礎自治体 の, このトップであった経験も踏まえてですね、道と札幌市の、まあ、例えば行政機構ですとか、行政機能の役割分担、人事交流、まあ、またその年間に1万人ぐらいとされているこの人口の札幌流入などについて、まあ、こうあってほしいなとか、こんなことをこう札幌市は他市町村のためにやってほしいなですとか、何かこう思ってらっしゃることとか提案したいことというようなこと、何かお考えあれば教えていただきたいんですけれども。まさに同志懇の中でもですね、まあ、そういった趣旨で私も発言させていただいてます。例えば子ども真ん中社会の実現にあってもですね、これは例えば出生率の改善にあってもですね、どうしても札幌の取り組みっていうのが全土に与える影響って大きいんですよね。まあ、人口規模の小さい市町村で、実はこれはよく言われるんですけども、国がそういったことをやる前に我々、市町村はとっくにやってるんだと。要は、人口規模が小さい市町村だと子どもの数も少ないので、そういう危機意識がだいぶ前から当然あって、まあ、例えば医療費の助成などについても、高校まで医療費助成しているところはですね、もう大多数北海道の場合はやってるんですよね。あとはまた保育料の2名以降の無償化などにあっても、東京がやるぞって言ったときに、お、東京やるんだってなったんですけども、これは道としては2名以降の無料化については所得の一定の条件はあれど、これは早い段階でやっていて取り組んでいることでもありました。そういう状況の中で今回札幌市は例えば医療費の助成にあっては、来年度からですね、確か中学生までですかね、拡大をすると。でその次には高校までやっていくということで、まあ、打ち出すという状況で、ある意味では、他の地域と、同じぐらいの、状況に、まあ、なっていくっていうことなんだと思うんですけど、インパクトとしてはやっぱり4割近い人口がいますので、まあ、そういう意味では大きいわけですよね。ですので、まあ、そういう意味では例えば子育てにあってもですね、まあ、そういった札幌が今後取り組んでいくということが、北海道全体に与える影響がやはり大きいので、しっかり連携をして取り組んでいくことは重要ですし、それともう一つ、これは札幌市としてこれまでも取り組んでいただいてきたことなんですけど、まあ、オータムとかもそうなんですけど、やっぱり札幌に多くの方いますので、市町村からするとやっぱりいろいろ札幌の方々に地域の特産品とかもそうなんですけど、PR したいんですよね。でそういう場所づくりとか、まあ、そういった札幌が札幌だけのためではなくて、札幌以外の
市町村のために機能を発揮するっていうことを、札幌市としても意識をしながら、まあ、例えば道とも連携してですね、まあ、そういった機能を担っていこうだとか、まあ、そういったことも、今の秋元市長も含めて考えてくれてますので、そういったことは今後もぜひ一緒になってですねやっていきたいと思いますし、さらにまた人口減少って考えると、札幌も非常に魅力的な都市です。まあ、多くの方が全国から札幌に来ていただいてるんですけど、まあ、今まで札幌がダム機能ということで果たしてきたその機能がですね、なかなかこう、十分過去と比べるとですね、なかなか十分でないような状況もあって、急ぐときに本州に行ってしまう、まあ、そういう状況もある中で、やはり札幌そのもののさらなる魅力を一緒になってですね磨き上げていくことや、また道外ですね、よく他の町村がみんな札幌に行ってしまうっていうことがよくあるんですけども、札幌出身で本州で働いている方がやっぱり戻ってきてくれたりだとか、まあ、そういうある意味では何て言うんですかね、道外に積極的にですねやはり人を呼び込んでいくことによって、札幌に戻ってくるだけじゃなくて北海道に戻ってきてくれて、で札幌に住んでいる方がまた市町村に逆にですねまたそういう働く場とか活躍の場がっていうこともやるときに、やっぱり札幌と一緒になってやっていかないとなかなかそこは難しいというところもあるので、いろいろ意見交換の中でですね話が出ましたんで、まあ、その引き続き検討することについても、まあ、同志校のいいきっかけになったかなと思ってますんで、しっかりやっていければなと思ってます。ごめんなさい、今ので最後にしたかったんですけれども、ちょっと伺いたかったのは、つまりその行政の機能とか、こう自治の在り方みたいなものが、やっぱりこうずっとその北海道と札幌市、まあ、二重行政の解消とかっていうことがこう議論になったりですとか、市議がなられた直後のこう同志婚ではそういうことが議題になったりしたということがあったと思うんですけど、まあ、そういったそのなんていうんですかね、この北海道庁と札幌市のこの自治だったり、この行政の在り方みたいなものの何かこうちょっとこうダイナミックにとまでは言わないですけど、こういうところをもっと変えたいなとか、こんなところがちょっと弊害になってるかなとか、札幌市にこんなことを提案してみたいなとか、ちょっとそういう観点での質問になってるんですけど、何かいやなければ全然いいんですけれども、それは何ですか。例えばだから大阪がやってる大阪都構想とかそういう話ですか。それはだから極端な話だと思いますよ。だって市民の皆さんが市長とか議会を選んで、で札幌市としてやってるわけですから、まあ、そこをしっかり知事として広域自治体として連携して、そういったなんて言うんでしょうか、しっかりコミュニケーションを取って最大のパフォーマンスを発揮していくっていうのが大事なんじゃないですか。はい、この他ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして本日の定例記者会見終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。